なんか電波が切れちゃったみたいですね。映像来てる？今日人多いね。人めっちゃ多いね。なんだろう、歌舞伎町がね、だんだん活気づいてるんだよね、最近。はい、ワード2。 S1 逆転で1位、僅差。え、どれくらいの僅差って。まあまあ、あんまり縛られずにやりましょう。初コメありがとうございます。じゃあね、歌舞伎町入りたいと。あ、雨降ってきたな。降ってきた。じゃあ歌舞伎町入りたいと思います。歌舞伎町行きます。挑戦ほぼ同じなの。マジでそんなに僅差なの。結構離したかなと思ったんだけどな。うわー、すごいね、僅差だね。じゃがいも頑張ってるな、すごいね。え、なになに、イベントやってる。あ、だから人多いのかな。じゃがいもが逮捕されるかもってタイトルでめちゃめちゃもう何でもありなんだね何でもありなんだ、うん、すげえな。何でもありなんだよ、うん、すげえな。あ、風船プレゼントありがとうございます。人多いね。あのね、こんなにね、日曜日ガラガラのはずなんだけど、今日すごい人が多いよ。すごい賑わってる。映画館、やっぱあれかな、東宝シネマズがでかいのかな。ねえ、1位キープしたいね、このままね。あとはヨッサンのね、ヨッサンがどう出るかでしょ。 35? すげえ僅差じゃん。サムネの撮り方下手すぎ。いや、もうさ、いいやと思って。まだまだっすね、この勢いなら大丈夫。看板あんまうまく映ってない。そうなんですよね、人が結構多いんですよ、人が。歌舞伎町なんで2人いるの。じゃがいも分かんない。あ、白玉さんいらっしゃい。初見さんありがとうございます。楽しんでいってください。今歌舞伎町を歩いてます。25、超僅差じゃん。頑張るな、頑張るね。いや、じゃがいも男をあげてるよ、じゃがいもは。1位頑張ります、ありがとうございます。今映画何やってるんだろう。映画のタイトル見てみよう。日曜日に人が多いって、歌舞伎町は日曜日人がいなくなるで有名だから、なんか流れが変わってる、だいぶ。応援ありがとうございます。すごいな今やってる映画は。でもね、なんか看板とかついてないのとかあったりとか、そんなになんか有名なのないね。どうしようかな、歌舞伎町。相手釣ってきてるし、変な協力してる配信者2人いる。いいよ、全然ほっといて。全然いいよ。あれしょ、孫子とかでしょ、多分孫子とかだと思うんですよね。まあ、さっきから言ってる通り、取るやつが取るし、取らないやつは取らない。取れるやつが取るんですよ。取れないやつは取れない。ただそれだけなんで。なんでジャガイモ王子二人いるんだよ。もう全然意味わかんないでしょ。メイクインにリスワン渡したくない。多分ヨッサン、和道4500でヨッサン25分で3800。パンチングマシーンでパンチ力測ってみる。パンチングマシーン、日々のトレーニングの成果出してみる。ホテルの方、ホテルの方だってホスト街とかだから何もないよ。ホテルの方。パンチングマシン行く？歌舞伎町恒例行く？喧嘩上としない。
いやいや、ムカついたから言っただけだよ。因縁ふっかけられたから。パンチングマシーン行きます。この時間じゃ逆転無理ですよ。そうなんだよね。どうなんだろうね、わかんないよ。ちょっと流れは読めない。見る？パンチングマシーン行く？前回180キロね。やろうか。動いたら一発で勝てるね。手面がすごい。じゃあ行けますか。ちょっと待って、準備するから。ありがとうございます。はい、コラバーとかそういった配信関係、そうですね、パンチングマシーンで映したいんですけど、はい、こちらメニューするんで、こちらでお客様ご用意やったね。こちらもちろんもちろん今のパンチングマシーンやろうと思ってるんですが、こちらを作って一応展開撮影はご用意いただきたい。5分だけ？ダメ？5分だけ？ダメなの？そっか、分かった分かった。はい、はい、ありがとうございます。ダメだって、配信ダメだって。喧嘩はしないよ。ダメだから、ダメだって。申し訳ない、申し訳ない、今セッティングしてたんだけど、店員さんにごめんなさいって言われちゃったから、5分だけって言ってみたんだけどね。いつものところだよ、いつものところ。都内のゲーセン厳しいですよ。ここね、結構ね、何回か来たんだけど、2回ぐらい、2、3回やってるんだけどね。どうしようかな、他のゲーセン行く？どうだろうね。バレてないだけか。他のところ行きますか。歌舞伎町は危険なところ、ここにビルがあるんだけど、東宝シネマズっていう新しいビルができたんですよ、これ。映画館なんだけど、映画館と高級ホテルができたのね、バーンって。この奥に行くとディープスポット、要はホストとかぼったくり店とか違法なお店とか。お金入れてないよ。そうそう、ゴジラがあるやつ、ゴジラがあるやつ。このここまでは安全って言われてる、そのチェーン店とかだから、はっきり言い過ぎだって。僕そこの裏で働いてたんですもん、店やってたんですもん。バッティングセンターか。バッティングセンターはホテルだね。バッティングセンターはホテル。もう一人カメラマンいたらね、多分言われなかった。女の人がやってるとね、言われなかったりするんだけど。そうです、そうです、駒劇のところっす。あのね、やっぱね、携帯電話で配信してると言われないんだけど、俺思いっきりパソコンだからさ、目立つんだよ。お犬様風船ありがとうございます。まあしょうがないよね。
1万円に命かけるっていうか、なんかちょっと意地になってる感じですね。まあぶっちゃけ今月中には撮れると思ってるんですけど、なんか今日撮りたいなっていう気分だったんで。パソコンだよ俺いつも。じゃないとこの高画質の配信できないよ。その辺りも客引きとか、うん、そうだね、まあいますよ全然。どうしよっかな、そりゃダメだわ。うん、今日勝ちたいね、ちょっとね。これがそのゴジラのビルね。ゴジラ見えるでしょ、上に見える、わかる、ハートありがとう。ゴジラ見える、引かないと見えないかな、上の爪だけしか見えないから。これ全部ホテルなんですよ、ホテル。こんばんは、いらっしゃい。上にねゴジラがいるの、わかる。ナンパはしない、僕彼女いるんで、大事な彼女がいるんでね、そういう裏切り行為はしたくないんで。昔と全然違うでしょ、ゴジラいるでしょあそこに。そう、暗くて見えないと思うけど彼女いるよ。俺最近配信出ないけどね、うん、配信やってるよ。ふわっち知ってる、知らない知らないってふわっち配信やってるって言われたけどやっぱキャスなんじゃん、うん、ふわっちはまだ知名度、若者の知名度は得てないみたいですね知らないのかい残念だよね。歌舞伎町は確か危険だったような、多分ね、みんなが思ってるような街ではないと思うよ、うん、多分ね、20年ぐらい前とか10年前ぐらいの歌舞伎町のイメージなんだと思う、みんなは丸に十の字、島津藩かな。メイクインの詐欺のタイトルがムカつく。いいよ、やらせてあげなよ、頑張ってんだから。どうしても撮りたいんでしょ。新宿2丁目の方行く、じゃあ2丁目行く、2丁目。負けてる、じゃがいも王子に。みんな拡散して、拡散。歌舞伎町は本当に危険。そうだんだんね、やっぱり繁華街になってきたからね。多分ね、みんなが思ってるような本筋の人っぽい人はいないと思うよ。みんなスーツとか綺麗に着こなしてるもん、今の人は、うん、音楽はね、独特だよね、やっぱガンガンにかけてるよね、みんな。あー、マジっすか、リキさん惜しいことしましたね。分かりにくいだけ？詐欺タイトルとかマジクズ？いや、まあそれも、でも詐欺タイトルとかやってたらもう二度と見ないから、自分の信用を落とすだけなんだよね。そう、今日だけ勝てればいいやっていうやり方だったらいいかもしれないけど、今日つまらないって思った人はもう二度と見ないんだよ。だから結果的に負けるんだよ、来月も勝てるとかじゃなくなってくんだよ。そういう配信者にはなりたくないから。あ、ぜひぜひじゃがいもタバコ最近吸ってない詐欺してるなんでじゃがいも情報をそんなみんな知ってるのいや、ほんとそう思うよ。だから日々の積み重ね、まあ運とか流れとかもあるんだけど、基本的には日々の積み重ねだから、配信ってリスナーさんとの信頼関係だと思うよ。ね、こいつだったら何かやってくれるとかあるじゃん。まあ今もう本当に1万円欲しいんでしょ。だけどそれってね、何が余裕ないかっていうと、俺じゃがいもくんに言うとしたら、今日取らないと俺は今月取れないって自分で言ってるのと一緒なんだよ。でしょ、俺ぶっちゃけ今月の残りの日で絶対取れるの。だけどじゃがいもくんは今日の流れを乗っかれないと取れないっていう風に自分で宣言してるのと一緒だから、
もう2回絡まれてますよ僕。何言ってんの、もう2回ホームレスに絡まれてるから。少し映っただけで文句言ってくるよ、気をつけよう。あのね、相手選ぶよ。うん、あと俺歌舞伎町で店やってたから知り合いいっぱいいるから、結構ねキャッチの人とか、おーわどーとか言ってくれるよ。うん、僕配信業が本業ですね。配信業です。あー、ぜひぜひリキさん今後ともよろしくお願いします。僕はワドです、よろしくお願いします。じゃあ2丁目の方行く。2丁目の方、2丁目の方が危ないと思うんだよな。よっさん来たから無理やろ、結構ねそれでね焦ってるんで。大丈夫かなみたいな。ヤミーは俺朝方やってるのが原因で、彼は大手になる実力はあると思ってた。うん、でもねみんなね誤解してるのが、大手配信者と有名配信者は別だからね。うん、有名だけど大手じゃない人っていっぱいいるから、俺とかが典型的なそのタイプなのよ。例えば関慎吾さんは大手配信者じゃん。俺の場合は有名配信者だけど大手ではないんですよ、もうちょっとっていうか。そこをね結構ね、大手とね有名配信者は別だっていうのがね結構誤解されてる。便所太郎さんは大手でいいと思うよ。便所太郎さんは今回のイベントで絶対そのなんつーの評価が上がるから、俺は大手でいいと思う。ノールさんお疲れ様、花火ありがとう。昔店をやってたと言ってたんですが、何の店？配信者の飲み屋やってましたね。配信者バーみたいなのやってました。まあ全然ダメだったんだけどね、歌舞伎町で。予算が12時まで延長すればわからんな。そしたらまあ、そうだね。いい感じになるかもしれないね。関さん優しいんですね。関さん俺すげえ面白いと思うよ。めちゃめちゃ面白いよ。どの配信サイトでも結果だけ出せるのが大手配信者。あ、まあそれはあるね。うん。ツイッターだとリアルタイムで見てる人少ないから。え、マジで？ツイートしてくれたの関さん。うわー、もうマジですいません。なんかありがとうございます。微力ですが、相手がサムネタイトルしてるクズなんで、和道さんのツイッターをお勧めしておきました。ほんとすいません。なんかもし企画とかでひな壇とかなんか雑用とか必要な時とか言ってください。ね、なんか関さんの企画でカメラマン必要な時とか動くんで。いや、めっちゃかっこいいわ。みんな関さんにパチパチお願いします。男気に、関慎吾さんの男気にパチパチお願いします。ありがとうございます。かっこいいね。いや、仮を作ってしまったよ。ドレさんにはさ、格闘技みっちり教えてもらってさ、本当だったらさ1ヶ月2万とか払わないといけないコーチ料をさ、タダでやってもらえてさ、本当愛されてるね。スンゴのツイッターからコアラさんありがとうございます。ワドです。あんまこういう、あんま来ないですよ。いや来てる来てる。いや来てる来てる。あのシンゴさんの影響力知ってるから。ありがとうございます。かっこいいね。いやー、これは男気でしょ。なんか超なんか良かった、配信続けてて。関さんからコメントしてもらえて、なんかツイッターで拡散してもらえるとか超嬉しいんだけど。頑張ろう。関ファミリーに入る？シンゴファミリーに入ろうかな。シンゴファミリーに。ありがとうございます皆さん。いやー、ありがとうございます本当に。あとは深夜の帝王の気分次第になってきたな。深夜の帝王がどうか。ちょっと街並み変わってきたでしょ。ここはね、あの伊勢丹とかがあるエリアなんですよ。伊勢丹、これが伊勢丹なんだけど、でっかくてね、あの買い物とかショッピング系のところですね。新宿丸井とかがあったり、伊勢丹とかがあったり、あのコーチグッチとかあったり、この辺はね、あの OL さんとかがいっぱいいますよ。だから歌舞伎町って実はすごい狭いエリアなのね。でもう5分歩くと全然違うオフィス街とかになるんですよ。楽しいでしょ買い物。この辺とかもう買い物みんな結構する人がいっぱいいますよ。2丁目はね、向こうの方なの。
恨みで動いてるって何？誰に対する恨みなの？いやでも深夜の散歩も楽しいな。深夜の散歩もなかなか楽しいよ。恨みとかないでしょ。誰に対する恨みなの？バスターミナルの方とか見てみる？新しくできたバスターミナル超綺麗だよ。バスターミナルの方行ってみようか。ぐるーっと新宿を散歩します。この辺人いなくなったでしょ。この辺はもう人歩いてない。ツイッターだとリアルタイムで気づく人少ない。いやでもありがたいっすよ。気持ちが嬉しいっすよ。気持ちがなんかすげえ。 LINE 公式ってのを作ろうかと思ってます。 LINE 公式あんまり良くないっすよ。 LINE 公式おすすめあんまり良くないっすね。 LINE アットとかの方がいいと思いますよ。まあ LINE アットのことか。あの普通の LINE ばらまいて、あーでもプライベートで使ってるのか。金梅さんとかすげえピコンピコンなってるって言ってたもんな。LINE 公式いいかもしんないな、関さん。バスターミナル見てみる？東南口って言って、なんだっけ、東急スクエアじゃなくて、なんだっけ、今もう目の前だから、映しちゃうわ。東南口って言って、東急ハンズとか入ってるやつ。タイムズスクエアだ。タイムズスクエアの方です。すんこさんいらっしゃい。いやーなんか男気ですよ、関慎吾さんの。過疎生主をちょっと応援してやろうっていう。初見さんいらっしゃい、よろしくお願いします。新宿区役所は向こうの方だけど、逆だけど。東南口はねこんな感じだね。東南口はこんな感じでーす。今歩こう、もう東南口の方向かいまーす。今ね、奥の方に映ってるのがバスターミナルなんですよ。 LINE は結構いいかもしれないですね、告知するには。ただあれ、 LINE メール送信できる制限があって、お金払わないと制限解除されなかったような記憶があるんですよね。まあでもたまにはみんなでなんかこうプラプラ歩くのも楽しいね。こっちの方は歌舞伎町と違って全然荒れてないから、OL さんとかショッピングとかお金持ちが多いよね。すんごさん風船ありがとうございます。すいません。なんか初見さんなのにアイテムまでいただいて。ありがとうございます。大事に使います。ワドさん新宿。俺ね、西新宿って言って向こうの方、まっすぐ行った方だね。うん。俺新宿だよ。西新宿。歌舞伎町は安全に見える。歌舞伎町は安全ではないけど、やかったりとかしたらすぐ囲まれるけど、普通にしてる分にはお客様じゃん、観光客の格好してたら。だから観光客には手出さないんですよ。ただその変なやかってたりとか喧嘩してるとすぐ囲まれる、すぐ連れてかれる。いや喧嘩慣れしてるからさ。そこがね、新宿バスターミナルです。今映ってるその辺がこうね、駅の目の前がバスのターミナルになってるの。いっくんさんいらっしゃい。警察にもそうだし、警察もすぐ来るよ、歌舞伎町は。やっぱ見回りの数が多いし、さっきも配信には映ってなかったけど、ゲームセンターの前に2人いたんだよ。これがバスターミナルです。新宿のバスターミナルは多分都内からいろんな地方に行く一番でかいバスターミナルなんで、ここは地方で深夜バスとかみんな使うと思いますよ。お菓子プレゼントありがとうございます。花丸たんさんありがとう。ここはね、東南口って言います。これが新宿駅なの。これが
これが東南口。これが新しくできたバスターミナルです。新宿区役所はもう全く逆、歌舞伎町の方だからもう逆の方に来ちゃった。でも知らない街の夜の街とか歩くの面白いよね。ここですね、バスターミナルは。バスがこうやって続々来てるでしょ。続々。深夜バスが。分かってきた？だんだん。ここで大体ね、ストリートミュージシャンとかが音楽やってますよ。ストリートミュージシャンが歌ったりしてます。タバコ吸おうかな。このままだと勝てないっす。あと時間15分、45分、何がある？てか、生の喜びおじさん。いや、びっくりしたよ。あれ、本当なの？俺、昨日結構ニュースとか見たんだけど、ネットニュースとか。あれ、本当なの？生の喜びおじさん。マジで死んじゃったの？マジで死んじゃったの？あれ、リスワンって45分に配信切ればいいんだっけ？何分に配信切ればいいんでしたっけ？誰かわかる人いる？リスワンの放送30分だか45分だったような気がするんだよな。どっちだっけ？確か45分カウントだったと思うんだよな。12時前、1分前で、だって予算1分前に切っても昨日反映されなかったじゃん。だからあれだよ、1位か2位だったはずなのに、多分ね、1位だったはずなのに、ランク外になってたんだよ。あ、そうなんだ。へぇ。あ、じゃあ1分前切りでいいのか。されてたの？え、昨日何位だったの？予算。予算何位だったの？え、関さんが普通に勝ったってことなんだ。すげぇな。超プレッシャーあったはずなんだよな。昨日でもアクティブ500ぐらいあったもんね。59分、ありがとうございます。ありがとうございます、わさるさん。テロップ詐欺、それでみんな怒ってるよ。俺は別に貪欲だからいいんじゃないと思うけどね。配信者にはそういう時期必要だと思うよ、若手の時期には。ハンコさんが今1位。嘘、ハンコさん。え、リスワン、リスワン、ハンコさん1位よ。マジで。48分切りがベスト。レイパーってなんだろう。ニコ生以内、ありがとうございます。58分切り頑張ります。アキランさん、ありがとうございます。残り時間もねえしな、どうしようかな。残り時間でできること探さないと。おやすみなさい、青髄さん。またまた。
そうっすね、そうっすね、そうします。45分に1回切ります。今1位。でも多分30人くらいだよね、差が。結構僅差なんだよ。でもこういう勝負ができるのも面白いところだからね。タイトル詐欺やる？でもタイトル詐欺やるとダサいかんな。いいよ別に、負けるんなら負けるで、うん、閲覧累計の割にリスワンポイント高いと思う。なるほどなるほどなるほど。まあね、そんな焦ってはないですけど、新規ポイントですからね。純粋なリスナー数っていうところがでかいですよね。面白い仕組み考えるよな、ふわっちも。ほんとこれうまくできてると思う。マサルさんありがとう、風船ありがとうございます。さてどこ行くか。別アカウントでも来ますね。そうだね。あ、ありがとう。ありがとう。嬉しいっす。配慮をしてくれて。なんか手間かけさせてしまって申し訳ないっす。初見さんいらっしゃい、五郎さん。楽しんでいってください。歌舞伎町プラプラしてて。今、新宿のね、東南口とか、その辺っすね。頑張れ、馬道さん。ゴルゴありがとう。あ、桜咲いてるよ。ほら。桜咲いてる。綺麗綺麗。南部咲きだろう。桜咲いた。春が来たね。綺麗。いいね。みんなの地域桜咲いてる？すごい綺麗に咲いてるよ。お前の方が綺麗だよ。いいな。のんたんとお花見したいな。彼女と花見したい。早いね。桜咲きましたね。美しいね。日本のね、伝統的なお花ですから、ほら。みんな写真撮ってて何だろうと思ったら桜がライトアップされてた。うん、画質いい？そう。パソコン配信ですからね。ソメイヨシノはまだなんだ。これじゃ早咲きするやつなんだ。いや、外人さんがめっちゃ笑顔だよ。お菓子プレゼントありがとうございます。桜綺麗なところを撮りたいな。もうちょっとしたらバーって咲いてくるんだね。桜が綺麗、こんな綺麗な声してたんか。お菓子プレゼントありがとう。よっさんふわっち初心者なのに閲覧2000人以上だ。いや、あのね、俺はよっさん来たらこうなるなっていうのは予感してたから、すげえ嬉しいよ。よっさん来てくれたのはすげえ嬉しい。うん、だって盛り上がるじゃん、ふわっち自体が。こんだけ力ある配信者が集まってさ、ふわっち今考えてみなよ。金梅さんでしょ、よっさんでしょ、関慎吾、よしえさんね、あと誰いる、いっぱいいるよ。3倍目ヒカルでしょ、パルパルもいるんでしょ、ツバニャンがいるでしょ、あと有名配信者誰いる、稲子さんもやってたし、ノエルもやってるでしょ。すごいよ、今超熱いよ。ここ配信者にとってはさ、もう楽園みたいな場所でさ、すげえいい感じだよ。なんかさ、ニコ生とかキャストもちょっと違うじゃん、ノリが。俺はふわっち大好きだよ。このサイトになんか力ある配信者がどんどん来て、ふわっちどんどんナンバーワン配信サイトになってもらいたいもん。よっさんが今配信してるけど、すごいこと言ってます。何言ってんの。すごいこと、何教えて教えて、アッキーさん。アイラもいるね。アイラもいるね。悪い悪い。アイラもいる。よっさんはモンスターだよ。だ、帝王っていう異名がついてるんだよ。だから二つ名がついたら、やっぱ王手ですよ。二
二つ名がついたら。マンゴルモア、ゆずか姫、あ、ことかもやってんだもんね。そうだよね。すごいよね。あ、新やっちょもいるね。すごいよ。一戦もいらっしゃい。バーガープレゼントありがとう。いや、このサイトはね、ほんと今後盛り上がると思うよ。マジで。絡みのある便所さんとバドさんには頑張ってほしいです。頑張ります。便所太郎さんはね、今回の企画でね、もう2皮3皮ぐらい剥けるんじゃないかなと思ってるから、なんか便所さんをの神輿担いでね、なんかこのイベントがっつり盛り上げたいっていうのが今の考えですね。出演者としてチャンスもらったんで、そこには便所さんに恩感じてるんで、がっつり便所さんには応えていきたいと思ってます。お菓子ありがとう。みんな、五郎さんありがとう。そうだね、ミズニアンもやってるもんね。あとナーボーもいるじゃん、ツイキャスから。すごいよ。ニコ生とさ、そのツイキャスってさ、壁があったけどさ、その壁を取っ払ったのがさ、俺ふわっちだと思ってるから。ただの金が稼げるサイトじゃなくて、ここが今熱いサイトなんですよ。面白い。 TJ もいるもんね。そうだよ。のんちゃんね、ちょっとね、1週間会えてないんですよ。ちょっと恋人に1週間会えてないのは寂しいですね。うん、頑張ります。ネオさん、新宿の裏会社とリアルファイトでトレーニング、絶対負ける。ここの人たちってもう本当に喧嘩慣れしてるし、歌舞伎町って一晩で本当5回ぐらい喧嘩が起こる街なのよ。喧嘩に関しては本当多いのね。だからもう速攻ボコボコにされるよ。頑張るね、ワサルさん。そしてワドウがいる。ウルトラの父がいる、ウルトラの母がいるみたいな。そうだよ、香川さんもいるじゃん。完璧だよ、うん、完璧だよ。運営がお金を懐に入れないでシステムアップに使うならね。いや、運営すごいよ。やっぱツイッターとか見てる人ならわかるけど、やっぱね、配信関連に広告打ってるもん。配信サイトに関連の深いアカウントに、あのふわっちやりませんかって広告打ってるし、運営さんが DM 送ってるんだよ、一件一件。うちのサイトでやってもらえませんかって。こんなサイトないよ。うん、裏金渡すとか一切なしで、あの、ぜひお待ちしてますみたいな挨拶文を送ってるんだよ。俺、ここの運営さん大好き。頑張ります。ありがとうございます。リスナーの意識としては多分ね、徐々に変わってくよ。それはこれから俺らがどういうさ、配信を見せるかによって変わってくると思うよ。うん、リアルストリートファイター企画。あのね、あんま暴力沙汰とかね、なんかね、体育会系とかヤンキーとかアウトローだと思われてるけど、俺オタクだからね、全然暴力には自信ないっすよ。治安の悪い場所をめぐってトレーニング。いやー、今アルタ前に着きました。今アルタ前です。ここはね、あのツイキャスとかで配信者がリア突待ちやってるメッカなんで、まあ、見たことある人も多いと思いますね。ここはアルタ前です。東口ってやつですね、ここは。それでも人ブワーっているでしょ、うん、この時間なのに。でも関さん、東京に来たらぜひ、新宿来ることあったらぜひ接待させてください。あの、もし東京いらっしゃることがあったらよろしくお願いします。大阪、あの旅配信ね、今年の4月10日から始めるんで、全国各地回るんで、ぜひぜひよろしくお願いします。いえ、僕新宿ですね。西新宿です。だって歩いてきたじゃないですか。歩いてきたじゃないですか。家近所ですよ、この辺。石川の竜、コルコルも来ればさらに盛り上がるよね。もう完璧だろうね。でもどうなんだろうね。ほら、アベマ TV とか LINE ライブとかいろいろあるからさ、今なんかいろんな考えがあるから。俺はね、よっさん来たのでもだいぶ面白いと思って、よっさん VS 金梅の戦いとか見れると思ってるから。うん、え、慎吾はこれから加工するだけと言ってたワード。俺そんなこと言ってないよ、やめて。いや、面白いかどうかってさ、絶対やりたくないんだけど。やだよそれ。俺が殴られるの見たいだけでしょ。超せこいとか言われてる。
生まれはね、千葉県の成田市っていうところで、あの成田が地元ですね。田舎です、田舎。じゃがいも王子は意識してないですね、正直。あんまり意識してないですよ。ストツーの音楽、テレテレテー、テレテレテー、テレテテレテテレテレテーク。あ、違う、それロックマンか。え、ストツーの音楽ってなんだっけ、なんだっけ、ストツーって。ストツーの音楽ってあんま印象残ってないな。ここがね、あの新宿西口の思い出横丁って呼ばれてるところですね。新宿西口の思い出横丁、この思い出横丁っていうのは別名ションベン横丁って呼ばれてるんだけど、ここはね、カエルの睾丸とか、あのスズメの丸焼きとかね、結構そのゲテモノ系のうまいものがあるお店とかがあって有名、ションベン横丁ね。昔から知ってる人はションベン横丁って言うんだけど、あの思い出横丁っていう名前に変わったんですよ。で、こういう狭い路地の中にいっぱいお店があるの。ほら、ここ、この路地のあとあるところに、そのカエルの丸焼きとかが売ってます。豚の睾丸とか、うん、あ、そうなんだ、知らない。今は吸収済みですが、出張東京行った時に和田さん見かけたら声かけて、もちろんもちろん、おー、スワドーって。火事で燃えたところはゴールデン街っていうところで、歌舞伎町の隣ですね、それは。ゴールデン街はだから、なんつうんだろう、新宿って一言で言っても、高田の馬場って聞いたことある、学生街の。高田の馬場っていう街は学生の街なんだけど、そこも実は新宿区なのね。で、コリアンタウンって言われてる、その、あの在日韓国人の人が多い街があるんだけど、そこは新大久保って言うんだけど、新大久保も新宿区なんですよ。だからね、新宿って一言で言っても、区内にいろんな街があるの。え、抜かれたって何が抜かれたの？え、嘘、何？抜かれたって何？何が抜かれた？誰に抜かれた？鶴亀食堂。鶴亀食堂行ったことないな。鶴亀食堂行ったことないですね。だからね、結構ね、その新宿区だけでも結構街の色がいっぱいあって面白い街だなと思うよ。あと、まあ有名なところだと都庁とかもあるんですよ。都庁すごいよ、いろいろある。じゃがいもを潰す。よっさん宝石もらってジャグラーダンス。1500円の舞だ。向こうが湧き切ったからリスワン半円で抜かれただけ。あ、そうなんだ、うん、3倍プレゼントありがとうございます。都庁の展望台めちゃめちゃ綺麗だよ。すごい夜景が一望できて面白いよ、うん、じゃあ今度は西新宿の方行きますか。バッテリーがそろそろなくなるんでね、西新宿の方向かいます。その都庁とかがあるところね。で、新宿のすごいところ、地下街とかがすごくて、もう西新宿の方から新宿駅まで歩いて15分ぐらいあるんだけど、都庁から15分間ね、ずっと地下で張り巡らされてんの。あえてタイトル詐欺やめた、うん、まあ、タイトル詐欺もね、卑怯な手だけどテクニックだからね、うん、あんまり喜ばしい技じゃないけど、まあ必死なんだよ。1万円を稼ぐのに必死なんですよ。俺あれなんだよな、なんだっけ、安楽亭じゃなくて、関さんがおすすめしてた焼肉のあの、なんかなんとかセット食ってみたいんだよな、高いやつ。風船ありがとうございます、金の字さん。新宿の高層マンションあるらへんっていうのは、俺が住んでるエリア。うん。俺が住んでるエリアがその辺です。だから、あれだよ、帰りとか別に普段見れますよ。窓ちょっと外出てよって言ったら、芸能人とかキャバ嬢とかね、お金持ちとか住んでるエリアね、うん、通報を誘導したらしくバン食らうかも。もったいね。嘘、通報誘導したの、かわバカだな。だからね、なりふり構わずやると全部自分に返ってくるんだって、ブーメランで。もったいないよ、もったいないよ、それはアホだよ。外配信の画像はね、パソコン配信なんで僕の場合綺麗なんですよ。こうやって
レッツノートを片手にこうやって配信してんの。皆さんどうもーっつって、まあ、コツでーすって。だから画像が綺麗なんですよ。パソコン持ってやってるから。ニコ生のね、昔の人とかはそういうやり方だよ。画質にこだわってたりとか、コメントの読みやすさとかだ。うん。じゃがいもと変えてきた？まあいいんじゃない？うん。負けたら負けで、潔く認めるし、俺は。そう。その日取るべき、頑張ったやつが取るべきだよ。だってさ、いろんなさ、ことやってるけどさ、俺配信者として偉いと思うよ。初見さんありがとうございます、チビさん。もし面白かったらフォローしていってください。和道です。よろしく。でも画像見える気がする。画像綺麗だと見る気増す。そうだよね。やっぱ映像が綺麗じゃないと、リスナーさんはさ、ね、面白くないからね、伝わらなかったら意味ないじゃん、モザイクみたいになってたら。で、ここがね、俺の好きな、東京に2つ大好きな建物があって、2番目に好きなのがこの国運タワーってやつですね。これはね、なんだっけ、東京モード学園とかが入ってるビルなんだけど、すごいね、特殊な形をしてるガラス張りのビルなんですよ。かっこいいでしょ。これがね、国運タワーっていう名前のビルです。これ遠くから見ても超かっこいいんですよ。そうそう、専門学校のやつ、春モード学園とか東京モード学園とかのビルで、これ国運タワーって言ってね、すっごいデザインなの。ガラス張りなの、一面。これどうやって建ててるんだろうね。かっこいいでしょ。これ遠くからも見えるのよ。で、一番好きな建物は都庁。すごいよね。駅前のビル。いや、自分が建てましたって言ってないでしょ。さすがにそれは無理があるでしょ。自分が東京で好きなビルがこれだよって言ってさ、さすがに語弊があるだろ、それは。モード学園のビルも、モード学園のビルだよ、これ。うん、東京モード学園の。画質悪いとね、見る気なくしちゃうよね。東京タワーいいね。うん。で、これが西新宿。さっき高級なオフィス街とか、高級なマンションとかの建物を見たいって言ったけど、この国運タワーの方とか見ると、ちょっと待って、画質悪いね。こんな感じ。あれ？ボケるな。なんだ？ちょっと待って、ピンボケするね。こういう変わった建物とかがいっぱいある。これホテルとか、オフィス街なんですよ。だから高層マンション、高層ビル群。こういう感じ。もう高くて映んないね。うん。こういう感じの。ここはね、夕方とか、ちょっと薄暗くなってくると、明かりがすごい綺麗ですよ。うん。あと7分でありがとうございます。アイテム数もリスナーに関係あるの？関係ないっすよ。うん。アイテムは普通に、面白かったよとか、頑張ってねっていう感じで、支援する感じで、感じだけです。はい。あと、なんだろう、マンスリーランキングとか、デンリーランキング、この人の押し上げたいなとか、そういう感じですね。リスワンはね、リスナーの数だけです。新規の。高級マンションに住みましょう、和道さん。何が高級マンションに住みましょうだよ、お前。俺、人がボクシングで殴られてる時、お前、アンチコメ書いてるじゃねえかよ。GJ よ。俺、さっき見たよ。へこんだわ。何が高級マンションに住みましょうね。お前、昼間俺がぶん殴られてボコボコにしてるとき、お前アンチコメ書いてたじゃねえかよ。調子良すぎるわ。俺そういうの根に持つかんな。ふざけんじゃねえよ。わらわらじゃねえよ。意外と傷つくんだかんな。囲いだと思って、仲間だと思ってたやつに悪口書かれる。自爆で悪口書かれるんだぞ。超へこむから。はい、アンガールズさん、まだつゆ。実は六本木ヒルズに住んでるってマジですか？違う違う。俺が23歳の時に、六本木ヒルズの最上階のオフィスビルにヒルズクラブって言って、年会費360万円払ってる人しか会場に入れないビルがあるの。そこで、会社のパーティーが行われて、そこで表彰されたことがあるのよ。そう。だから住んでたことはない、六本木ヒルズに。六本木ヒルズの最上階の景色を知ってるだけ。うん。はい、萌えちゃん、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。あ、街並みが、ほら、国運タワーかっこいいでしょ。かっこよくない？国運タワー。ちょっと木とかぶってるけど。
そのライトの感じが、北運タワーめっちゃかっこいいんだよ。さりげなく自慢した、バレたか。さりげなく、あの、過去の功績を自慢するっていうね。常連リスナーはカウントされないんですか？常連リスナーカウントされるかどうかじゃなくてね、一つの IP、要は携帯電話とかパソコンとかの数でカウントされるから、純粋にアカウントの数ですね。うん、ピントがちょっとずれるね。うん、ピントが合わないですね。だからその何回もログインログアウトログインログアウト繰り返しても意味ないっていう、新規のリスナーさん、要はフォローしてる人も含めて1日に何人が純粋に来たかで、俺の最高記録は確か7000人ぐらいでリスワン1位取った。でもその日はね、金梅さんとか新八丁とかとのイベントの企画の日だったから多かったの。延べの回数っていうかね、アカウントの回数だか端末の回数だか分かんないけど、結局1人1カウントって感じ。うん、だからツイッターとかで拡散とかをする人が多い。だから関さんは一番かっこいいことやってくれて、今日和道を勝たせるんだったら新規リスナー呼ばないといけないから俺のリスナーさん呼ぶよってやってくれたの。だから分かってる人は超かっこいいって言ったの。さっき慎吾さんがあの自分のツイッターで和道の放送を拡散してくれたの。パソコン開ければいいんだね。うん、ちょっとわかんないけどね、その辺の理屈っていうのは。あとあれも有名ですよ、新宿の、あ、新宿のね、あのラブっていう、あれ、あれね、写真撮影する人めっちゃ多い、あのモニュメント、うん、ラブっていうやつね、うん、これそう、そうですね、タイトルサムネめっちゃ、サムネめっちゃ重要っすよね。うん、ジャグラーズやりすぎて死にそう。そのまま、そのままだね。うん、これがラブね、有名なやつ。結構人がこうくぐれるぐらいの大きさなんですよ。これの大きさ、俺の身長が、ちょっとやってみようか。うん、ね、どれくらい大きいかっていうと、ラブが、こんな感じ、結構でかいでしょ。だからあの地方の人とか、あの観光に来た人とか外国人の方とかが結構あのここで写真撮影してる。よいしょ、結構でかいでしょ、うん、そう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 、これ結構有名なデザイナーさんがね作ったやつだから、これは結構写真撮影ずっとされてるね、昼間も夜も。サバカでありがとうございます。写真はいいや。そう、あとはヒルトンホテルとかさ、なんとかホテルとか有名ホテルがブワーってある感じ、この辺は。配信頑張ります。お犬様ありがとう。じゃあそろそろ時間なんで、あと2分で1回一旦枠を切ります。最後どうなるのか見届けてください。そうだね。45分で一旦切ります。そうですね。今西新宿に回ってきました。あと2分だね。さあどうなるかな。じゃがいもくん勝つかな。じゃがいもが勝つか和道が勝つか、よっさんが枠を切るか、ギリ勝てるかな。ワクワクするよね、これ競ってる戦い、超楽しいんだけど。俺好きよこういうの。前回はねツバニャンと戦って、ツバニャンが余裕ぶっこいてたんだけど、もう絶対勝つって言って、あのツバニャンがね途中で和道さんにあげるよって言ってどっか行っちゃったんだよね。もうだいぶ差、マジか、やばいね。どれくらい差ついてんだろう今。ジャガイモ王子やべえな、400か。これ負けるかもしんねえな。うん、予算枠切っても勝てないの、マジで。うん、うん、じゃあ皆さんお疲れ様でーす、ありがとうございました。じゃあ次枠行きます。一旦切ってみましょう。これ大体勝敗出るから。うん、ブロックされた。うん、じゃあお疲れ様でーす、ありがとうございました。すぐ枠開きます。おつでーす。
お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。